ャバとのやる前なんかです、ね、はい、私は今日なんかとてもレジャバに勝てないだろうと思ってたんです。レジャバあの評価高かったんですもん ね, ね、その攻防権利で、ところがあの八方破れの左ストレートがですね、ものの見事に当たりましたもんね。八方破れマニーパッキャオ第4ラウンドです。スタイルはこのノンタイトル戦でも一緒です。まあまさか3階級上げて体力通用すると思わなかったですね。そうですね、全く違和感ないですもんね。むしろ体重上げて一段と体力でも厚きましたね。あ、なるほど、本人にとっては良かったのかもしれません。以前はフライ級で、今ベルトを持ってるのはスーパーバンタムです。ですからスーパーフライ、さらにはバンタム、スーパーバンタム3階級上ってるわけですね、上がってるわけですね。例えばですね、この選手の技術的欠点っていうのはですね、右のジャブ出した時に左のグローブっていうのは顎の横につけないといけないじゃないですか。はい、ジャブ出した時に外側行ってもう真ん中開いてしまうんです。それがフライ級の時から治ってないんです。それそう、あと右へパクッとカウンダウン。だから今打ちに行ってるところですよね。マニーパッキャオなんとダウン。真ん中ストレート来ましたね。その前に小さな一発もありました。そしてついにダウン、右をもらってしまいました。攻撃しているところはああいうところがあるんですね、パッキャオの場合は。今小泉がちょうどおっしゃっていたそんなところでしょうか。右を出した時に逆の手でですね、自分を守ってないんですよ、防御してないんですよ、アイちゃんですね。さあ攻め込まれています。これは大変なことになりました。これはタイトルかかってませんけども、ね、あの大事ウエイト曲がってるわけですけども、これはちょっとそのチャンピオンの名前に傷がつきます。まだ、まだ十分時間あります。さあこれからがセリクザン・ヤシャマンベトフ、力の見せ所です。Looking to finish off Manny Pacquiao. そのヤシマンベトフ、言い忘れましたけども顔が随分腫れております。この左をいっぱいもらってます。お、左当たりません。まだ効いてるんでしょう。まあ、当たれば今のパンチも強いですよ。振りは速いですからね。そうですか、当たりません。でも当たりません。ヤシャマンベトフもね、その急にパンチが当たったもんでですね、ちょっとやっぱり狙ってるっていうところありますね。だから硬くなってるんですよ。一気に逆転勝利狙っていますか。それは当然狙いますでしょう。パッキャオがパンチを繰り出すうちに、なんとなく取り戻しつつあるようです。レフェリーがエシャマンベトフの方を見てますね。テープですね。今目、今ね、実況の意味もありましたけど、左の目の方に注意がいったのかなというところだったんですが、テープだったようです。カウンターライトハンド、マニパキャオ、ケアレス、まもなく4ラウンド終了です。ああいうちょっとした休みがですね、やっぱり助かるんですよね。あ、元気出ましたね、パッキャオ。あと元気いっぱい、元気回復しています。第4ラウンド終了しましたが、パッキャオダウン。セリック went down in round number 1、パッキャオ went down in round number 4。まあ、ポイントは10対8。エシャマンベトフのポイントですね。まあ、パッキャオ反撃しましたけど、あの程度の反撃ではですね、10対8を10対9に縮めるには足りませんよね。うわ、いや、アマさん本当にガードなかったですね。攻撃してるとこの選手は攻撃力で勝ってますけどね、打たれる隙はたくさんあるんですね。あの攻撃が迫力あるんでみんな振ってこないですね。第5ラウンドに入りました。これは試合として、面白みが出てまいりました。両選手がダウンを期しています。ダウンの取り合い。聞いた後 あのテープを外れて、直したところはパッキャオ割れましたね。あれだけで随分違うんですね。違いますよ、苦しかったところでしょうけども、パッキャオテープに救われました。パッキャオガードを上げてます。まあ、最初は上げてるんですけども、いや、もともとガード高いですね。打ってる時ですよね。オープンガードになりますから、気前が良くなってしまいます。マニパキャオ、また始まりました。まあ、思い切りがいいですよね。技術的には決してそんなに優れた選手じゃないと思いますけど、
まあ、パワーがありますよ、やっぱり一つ飛び抜けたものを持っていますとチャンピオンになります。マニパキャオ、おお、打ち込む時のですね、結構危ないですよ、相手右のカウンター取ってくるかも分かりませんけど、思い切りがいいんですよ、パッキャオの場合。あ、これまたテープでしょ、テープ。このエーシャマンベトフ、パッキャオにどんどん余裕を与えてしまいます。それでなくても押し込まれてたんですが、まあ、これは自分が休む時間にはいいかもしれませんが、ですね、これは時たま自分を救いますが、あるいは時によっては相手を大いに助けてしまう時もあります。まあ、それ以上にファンの皆さんはちょっと水が入りまして、気が抜けてしまうものですが、おお、いたろー、今の喜び方は浜さん聞いてたんでしょうかね。あー、これはダメか。うわー、お客さんすごい大喜び、作業をしています。まだ1分20秒ありますから、ありますからね、決まりそうですね、このラウンド、ね、いきます、いきます、とにかくもう左でどんどんいきます。一発当てればいいですね。ふわっと手にとどまれません。あー、止めましたね。試合終了です。もうこれ以上やっても勝負ありだということでしょう。ダウンラウンド、第5ラウンド途中で試合終了であります。マニパキャオ the victor, but he had a scary moment, Popoy, in round number four. 最初のダウンでしょうか、これは。went down. そうですね。パキャオ unloading, finally. サルネタマアニガン、マニラメイヤー、特に左ですね、当てる感はあるんですよ。ほとんどこの左だけで勝ってきたという。そうなんですね。There Abalanja calls a halt to the bout.The time 152 of the fifth round, your winner by technical knockout.